ロデューサー。はい。おしるこ。ごめんなさい。レッスンサボってしまって。模擬演習がうまくいかなくて。もう全部、嫌になってしまって。チャンス？プロデューサー、そうですね。なんだか恥ずかしくなってきました。もう大丈夫です。ご心配をかけました。失敗の経験を糧にして、また駆け上がっていきますよ。最善を尽くすよ。ああ、お疲れ様です、プロデューサー。反省の残る結果でしたね。はい、分かってます。僕はもう3年生で子役に戻ることもできない。こんなところで足踏みしてちゃダメなんです。はい、一度は諦めかけていました。僕はもう憧れた王子様になることはできないんだ。だけどあの日、君は約束してくれました。僕をトップスターにしてくれるって。だったら諦めませんよ。もう一度一緒に駆け上がりましょう。よろしくお願いします、プロデューサー。かっこいいアイドルに。ありがとうございます。あのプロデューサー、僕のパフォーマンスどうでしたか？正直に。やっぱりそうですよね。僕もそう思います。練習ではうまくできてたのに、いざステージに立つとなんだか浮き足立ってしまって、反省ですね。はい、よろしくお願いします。グラピア？それはそうかもしれませんけど、プロデューサーのエッチ。え？あ、そうなんですか？なるほど。それならぜひ挑戦してみたいですね。プロデューサーの考えは分かりました。どんなプロデュースにせよ、僕は君を信じていますから。これからもよろしくお願いします、プロデューサー。何かお困りですか？プロデューサー、僕のライブどうでしたか？お客さんの半分くらいは知り合いの後輩たちですけどね。だといいですけど。でも本当に楽しかった。終わったばかりだけど、もうステージに立ちたいです。そうですね、今度は大きいステージでスポットライトを浴びて声援も響かせたい。アイドルになってやりたいことたくさんあるんです。わかりました。あのプロデューサー、明日お休みなら一緒に行きたい場所があるんですけど、ショッピングモールに服を見に行きたいんです。ライブ映えするような可愛い服の参考にしたいなって。やった、ありがとうございます。楽しみですね。
かっこいいアイドルに。すみません、お休みなのに僕の買い物に付き合わせてしまって。僕、可愛い服とか流行とか全然わからないので、プロデューサーがついてきてくれて助かります。あの、これとか僕に似合うと思いますか？ありですか？ゴスロリって言うんでしたっけ？ファッションって難しいですね。僕にはまだピンとこなくて。でも、可愛い服を着るのは結構楽しいかも。今日はありがとうございました。わかりました。楽しみにしていてください。可愛くてかっこいい進化した僕を見せてあげますよ。どんなに辛くてもくじけません。辛くてもくじけません。結果ですか。悪くない気分ですね。いいですよ、子供じゃないんですから。わかりました。それじゃあ。やった。素直に表現するのがカッコ悪いなんて思い込みでした。ありがとうございます、プロデューサー。ライブ楽しんできますね。カッコいい王子様は僕の憧れなんです。みんな、僕のライブを見に来てくれてありがとう。また見に来てね。僕も今までで最高のパフォーマンスができました。ミュージックビデオも作ってくれてましたよね。それは嬉しいですけど、でも僕が合格しなかったら、せっかく作ったのに全部無駄になっちゃうところでしたよね。まあ、君の信頼に応えられてよかったです。あの、プロデューサー、ありがとうございます。アイドルになることを諦めかけていた僕がこんな光景を見ることができるなんて思いませんでした。他の大人たちはみんな僕のことを見てくれなかったけど、君だけは僕の夢を、憧れを尊重して話を聞いてくれました。僕が君にできる恩返しはトップアイドルになること。見ててください、プロデューサー。可愛くてかっこいい無敵のアイドルになってみせます。かっこいい王子様は僕の憧れなんです。